こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルは鶏もも肉の塩黒胡椒焼きです。鶏もも肉の塩黒胡椒焼きです。主食は中華そばですね。中華そば、チキンスープの中華そばですね。で、おかずはナスと万願寺唐辛子か。ナスと万願寺唐辛子の炒め物です。ナスと万願寺唐辛子の炒め物がおかずです。で、これで足らなければ冷ややっこを食べます。肝心の体重ですね、何キロになってるかですね。今日は便通があったんですが、一日クーラーの中なんで汗をかいてないので、太ってるかと思いましたが、痩せてましたね。便通があった分ですね。体重56.0、200g 減ってます。体重56.0、体脂肪率12.2、体重56.0、体脂肪率12.2、基礎代謝1324、内臓脂肪レベル4、筋肉量46.6、筋肉量スコアマイナス2、推定骨量2.6、もう一度、体重56.0、体重脂肪率12.2%、内臓脂肪レベル4です。もう一度、主食じゃサムネイルは鶏もも肉、塩黒胡椒焼きです。おかずはナスと万願寺唐辛子の蒸し物です。で、中華そばです。これで足らなければ冷ややっこを食べます。今日はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。